同点スリーベース。いずれも一郎類においての2本のヒットでした。広島球場ではまだ清原はヒットを打ったことがありません。5打数ノーヒット。いい音を立てまして清原のバットから生まれましたのは広島球場初めてのホームラン。まさに平成のオールスター男の面目躍如です。レフトスタンドの中段よりもやや上、広川さん、あっという間にスタンドに飛び込んでいきましたね。もうレフトが一歩も動きませんで上じーっと見てましたね。はい、実は今日試合前に清原と話したんですが、一昨日私は福岡でのあのチャリティーゲームを見ました。あの時には肩がかなり開いてたんですが、昨日はきっちりと直してるんですよね。そうですね、やっぱ後半戦ね、今年ねやっぱりあのホームランのタイトルっていうのはかなり僕こだわってると思うんですね。だから、はいはい、三塁側ですがね、今あの一郎選手とね清原選手のホームラン見てたんです。はいはい、あって声が出ましたね。素晴らしいバッティングですね、打った瞬間でしたね。一郎さんはあのチェコにね第1打席三振でしたが、どんな印象でした？あのまっすぐとスライダーだったんですけども、いい球ですね、どちらも。最後のスライダーでしょ。スライダーですね、主砲が来ました。主砲が清原さん、どうぞ来てください。おめでとうございます、ナイスバッティングで、じゃあ清原さん真ん中入ってください。ちょっとね先に2点取られたんでちょっとムード悪かったんですけど。そうですね、まあ勝ち負けより、昨日のがあれでしょ、あとそう1メートルかそれぐらいでね、お茶屋さんに MVP 取られた。いやあれも打った瞬間ね、あの無理だと思ってます、ね。今の手応えどうして？今の良かったですね、はい、ここでは初めてですね。はい、初めてです。これどうでしょう、ムードも。そうですね、あのぜひ勝ちたいですね、はい。チェコ投手に対してはどういう印象？まあストレートもそこそこ速いですね、はい、あのスライダーがいいですね、もう1本ぐらいいけますか？いやまたよく出さず頑張ります。昨日もねあの応援大変だったそうですから、はい、応援団としても頑張ってください。はい、頑張ります。一郎様ありがとうございました。どうもありがとうございました。以上です。という一郎選手清原選手のインタビューでした。